せーの、サポットからお届け、足立ジンズ館。ありがとうございます。足立区のキラリと輝く方をご紹介する動画サイト足立ジンズ館、私インタビュアーの東京未来大学の大久保慶吾です。そして本日のゲストはじゃじゃん、サポットの佐々木直です。よろしくお願いいたします。まずですね、ザポットさんはどんなお店なのかというところだと思うんですか。はい、ザポットはですね、僕の何ですかね、今までの人生がいろいろと店に出てる、まあ後でお話しますけど、はい、いろんな形で出て、料理は創作料理、が、まあ、軽いものからパスタ、ピザまでいろいろあるお店で、ジャンルは何とも言えないんですけど、美味しい料理を心がけています。本当に美味しいです本日は佐々木さんにこちらの3つのキーワードでお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。はい、ではそれでは1つ目のキーワード、一番になるから伺っていきます。はい、一番になるといった、はい、これはこだわりですか。そうですね、一番こだわっているところなんですけども、はい、その僕の中であらゆる関わる全てのことで一番になりたいなっていう勢いでいつも。はい、なんで一番じゃないと2位じゃダメなんですかじゃないですけど足立区で一番っていうのは、はい、世界で一番の可能性があるんですけど、はい、足立区で2番は世界で一番の可能性はゼロなんですよ、うん、だからその常に一番であるっていうことは何ていうんですかね、一番であることによっていろんなものがついてくるっていうふうに思っていて、はい、やはり一番になる、この店も検索あるサイト の、はい、レストランのページがいろいろ集まってるあるサイトで検索数が今はぶっちぎりで1位なんです。これも徹底的にこだわっていろんな角度から考えた結果、そのたくさんの人にアクセスしてもらえるようになったっていう、それは一番というのは結果なんですけど、このいろんなこだわりっていうのがやっぱり伝わってるっていうのはお店のことを伝えることになりますし、まあ、何に関しても一番というのは徹底的にこだわることだと思ってます。はい、どうしてそんな風に思うようになったんですか。なんかきっかけとかあれば、はい、その自分でもその結構一番というのにこだわって何かなって考えたこと、なぜなんだろうと思った時に、中学校の時に僕は部活を2つやっていて、テニス部、ソフトテニス部という部活と、はい、あと合唱部に入ってたんです。テニス部と合唱部。そうです、特設の合唱部でやってたんですけど、その時の指導者の先生がその人が指揮をすれば全国でトップクラスっていうようなすごい先生で、今思うとすごいんだなって今思うんですけど、その時はもうすごい、なんていうんですか、なんでそんな言葉でこだわるんだ、なんでそんな細かいことまでずっと同じ、例えば最初のワンフレーズ15秒とか、そのぐらいのところに1時間とかの練習時間をかけるわけです。たったの15秒で。で、それを積み重ねていって最終的に曲にするんですけど、その15秒に対する1時間のこだわりっていうのを積み重ねていくと、やっぱり圧倒的なクオリティになるんで、結果1位になる。その大会でも、圧倒的な成績を残せるっていうことにつながるんだっていうのは後から知りましたけど、その時のなんていうんですかね、こだわりっていうことが結果につながる、つながるんだなっていうのは、この時がルーツだなと思います。中学生の時にそういった先生に出会うってすごいやっぱ影響を受けますよね。そうですね、すごく受けました。それからもう中学、まあ、いる間からというか出てからもそうだと思うんですけど、やはり一番といったことは頭の中に残りながら、でも高校生の時はその何て言うんですかね、高いところにこだわるっていうことの大切さっていうのはまだ実感してなかったと思いますね。その自分でこのお店をやり始めた時に、あ、つまりこういうことなんだっていうのがあったりとか、その周り の、 そのこだわってる店を見た時に、はい、あ、こだわるっていうことはすごいことなんだなっていう、やってみるとやっぱりすごい労力ですし、なかなか日々のルーティーンの中でこだわるっていうのはなかなかできなかったりするので、やはりお客様にもそのこだわりっていうのは高いところで伝わったりもしますし、
伝わることによってやっぱりお客さんも喜んでくれますし、ということで、まあ、一番になるというのは結果なんですけど、そういう気持ちで続いています、はい。ちなみに佐々木さんは、世界一周されたりですとか、はい、自衛隊に4年間いらっしゃったりですとか、はい、結構珍しいと言ったらあれですけど、そうですよね。で、今、ザポットの、で、オーナーさんですか、テイヤゴさん、そうです、はい、店長さんをされてるっていうところで、結構、それぞれバラバラに見えるような気もするんですけども、はいはい、それが何か自分の中でもつながってるなと思うところがあるんですか。そうですね、ピント来たものにとにかく行っているという感じなので、うん、何でしょうかね、その時々で、うん、やれることをバーって目の前のことをずっと一生懸命それこそ一番になるような勢いで積み重ねていくと、やっぱ見えるものがあるんですね。山もこう登った時に見えるものがあるじゃないですか。その時に見えるもので、あ、次の山はあれだなと思った時に進んでいってる感じなんですね。だから振り返ると、あ、繋がってるなと思うんですけど、やっぱり自分の中でも今なんでこれやってるんだろうみたいなのはやっぱ常にありますよ、ね、はい、ありがとうございます、はい。それでは2つ目のキーワードを伺います。2つ目はこちらです。必要でないけれど大切なこと、はい、必要でないけれど大切なこと、例えばどんなこと。そうですね、このお店もそうなんですが、何ですかね、お花だったり植物だったりとか、あと絵だったりとか音楽だったりとか、必ずしもなくてもいいじゃないですか、うん、なくても生活は食べることとか寝ることはその必要なことですし、それこそパソコンとかも必要なことかもしれないです。携帯電話とかも必要なことかもしれないですけど、花とか絵とかっていうのは自分で選ばないとそれを手に取らないですし、美術館に行かないと絵ってなかなか見ないですし、ただそれを意識できて、意識っていうか、それを自分の中の楽しみとしてある人っていうのはそう多くはないんだろうなと思っていて、ただ例えばこの店もそうですけど、緑があったりとか絵があったりすると、あ、いいなって思うんですよ。本能的にって言ったら分かんないですけど、なんとなく、あ、いいな、この川のせせらぎの音とかもいいなとか不思議と思ってしまう。そういうのがやっぱり生活の中にとても大切なんじゃないかな。で、それを自分の何て言うかね、ポリシーじゃないんですけど、それも大切にしたいなと、その心の余裕こそが大事だなという、忙しさに流されないで余裕を持って生きるってすごく大切だなというふうに思っているので、まあ、そのキーワードにしました。何がきっかけでそういうふうに思うようになったの。これはきっかけは何なんでしょうね。それは音楽をやってたからかもしれないですし、音楽もやってたんですか。あ、そのまあ合唱ですね。合唱をやって、まあ高校の時はバンドをやってとかしてましたけど、そういう時に、あとはもうその田舎が福島のその山の中というかだったんで、東京に来た時にふと、あ、緑がないなって感じて、その部屋の緑が欲しいなっていうところから始まったのもありますし。たまたま自分で、お店をやって、呼ばれて、地元の福島で飲食のブースで屋台みたいなやつがあるんですけど、そのお隣が花屋さんだったんです。で、花屋さんのその屋台があって、その花があまりにも素敵で、まあ、花って素敵だなっていう衝撃から今植物についてすごく勉強もしてますし、好きでいろいろ生き花をやったりとか、お花の、花屋さんに通ったりとかっていうのは、たまたまその隣のが花屋さんだったので、そこで花っていいなと思って、それを皆さんに知ってもらいたいなっていうところで、花とかそのアートとかっていうのを店に取り入れてます。後ろにも映ってますよね。絵がたくさん店内に飾ってあったりとか、はい、植物もそうですけど、絵って言ったところで、まあ、世界一周されてる間も、たくさんいろいろな美術館で、はい、見ると思うんですよ、はい、そうなんです、自分の中にはない、自分は自分自身が絵を描いたりとかしてないですね。ただ、その感じることが好きなので、
それを聞いた時に、それを見た時に、はい、あ、こういうふうに本もそうなんですけど、本も発信してるじゃないですか、その文章としてその人が考える自分にないものを、なんですか、その人が生きてきた証をそこに発信するっていうのは、本を一冊読めば自分が10年経験したことを発信してるものを読むわけですよね。だからやっぱりすごくいろんな情報が入ってくるんですね。だから自分が豊かになるというか、いうのをその絵からも音楽からも感じるので、本を読むのも好きですし、絵を見るのも好きっていうのは、その人が歩んできた道をそこで感じられるものがあって、はい、自分じゃ経験できないことを経験している人が発信したものを感じたいのところで絵は好きです。はい、ありがとうございます。はい、それでは3つ目のキーワードを伺います、はい、3つ目のキーワードは、僕には夢がない。夢がないんですか？そうですね、僕が絶対これになるっていう夢が、例えばパイロットだみたいな、それに向かって何をしなきゃいけない、何をしなきゃいけないっていう、そのクリアしなきゃいけないような項目っていうのが全然自分の中にないというか、絶対これになりたいっていう具体的な目標がほぼあったことがないですね、人生の中で。夢は何ですかって聞かれた時、いや夢はないなっていう感じになってしまうような感じなんですよ。ただその絶対に一番になりたい、今関わっていることで一番になりたいっていうのは夢だけの目標がなくなって、うん、その絶対これな、だから今も、でも今飲食やってますけど、これを店舗を広げるとなった時に、次は飲食じゃない可能性があると思います。何でもいいんですよ、はい、ただ関わっていることでとにかく圧倒的に結果を残したいって頭があって、それになるにはどうしたらいいかになった時に、例えばその世界一周したらどうなっていくかという憧れはあるんですよ、いつも。その自分の関わっている分野の1位の人は何、どうやって1位になったのかっていうことを知りたいっていうのがあって、その人の真似をしていく、自分の、まあ、本を読んだりとか、その人に会って話したりとかして、あ、なるほど、そうやってその人は結果を残したとかっていう勉強をする憧れがあるだけで、何々だって夢はあんまりないんですね。だから僕は自身は夢のある人が好きなんです、はい、ここのアルバイトの面接でも、はい、何を聞く前に一番最初に座って始めましたって話したら、夢はありますかって聞くんです。わぁ、すごいすごいですね。夢がありますかって聞いて、はい、すぐ答えられる人は採用します。今まで印象に残ってるその有名の話とかってありますか？もう面接してる中で、夢、大体、ね、今いる人は結構夢がある、うん、なんだかんだこういう風になりたいですっていう風に話してくれる人が多いんですけど、印象に残ってる人は、いや、皆さんね、結構僕は夢がないから、その夢があるっていうことに対してなんか突っ込んだ話を聞いちゃうので、結構みんなのその夢がやっぱり印象的でもありますし、なんだかこう、でもそのなんで夢があるのに、そういう夢があるのにここに来たのかって知りたいわけですよ。ただその飲食でご飯が食べれてっていう、じゃあ面白くないから、僕もその夢を聞くことによって、その夢にこの店はどういうことが役に立つよっていうことを言っていきたいので、夢を知っておくと仕事にもこう指示を出しやすいですし、その人もアルバイトをして、あ、よかったなってなるっていうような、僕はその店の運営方法でやってるんですけどね。はい、僕はその夢があるっていう人好きですし、僕は夢がないので憧れを持って常に頑張りっていうところで、さっきそのいろんな点々といろんなことをやってるっていうのは、なんかこう常にこうなりたいなって憧れがあってるので、なんか夢じゃなくて憧れなので、常にこう点々といろんなものを手を出してるっていうことですよね。はい、次のお店が飲食店とは限らないですし、華やかもしれないですし、はい、このお店が またどんなメニューを出していくかっていうのも、そういう意味じゃどんどんわからない。そうですね、はい、やっぱ日々変わってますし、店内もその自分の中のインプットするいろんなものを受け取ったものを発信する場所がこのお店なので、こう何が何だかわかんない店ながらも、僕っていうものがあるようにこのお店も一つになっている形としてあるっていうのは、なかなかその面白いなと思います。
はい、お店をやるというのが面白いなというふうに思います。今もまだ改装中なんですね。そうです。今も改装していて、日々思いついたことは、このスペースでこういうことできそうだなっていうのをあちこち歩ってるうちに吸収したものをそこに出していくっていうことは日々。それも店員さんと一緒にやってるんですか？そうです。アルバイトの人とはね、なかなかその自分の具体的な話っていうのをすることはないんですが、小学校からの幼なじみが今一緒に働いてます。はい。その人が、僕は具体的な話っていうのはあんまり得意じゃないので、抽象的にこういう感じにしたいんだけどどうかなっていうことを、その友達が、従業員ですけど、友達が具体的に。はい、設計をしたりとか、コストがいくらとか、どれぐらいの面積を埋めるためにはこれぐらいの材料が必要だっていう計算的なことが店舗の人にしていて、施工は一緒にしてます。コックピーみたいに、ネジを置いたりとかっていうのは2人になります。結構周りを取り巻く方っていうのも、選ぶっていう言い方は違うと思うんですけど、はい、やっぱり自分がどんどんこうやっていく中で一緒にいたい人といるっていう、そうですね、まさにそういう感じです。では最後に佐々木さんにとっての足立区とはどのような場所かを伺いたいと思います。こちらです。これから、これから、はい、足立区、僕は今北千住、僕は何ですかね、東京出身、足立区出身じゃないので、足立区っていう括りだとちょっと何とも言えないんですけど、このお店をやっていて、住んでる北千住で話して言うと、北千住駅っていうのは、乗り換えの乗降客数が世界で7位っていうデータがあるにもかかわらず、降りないんですね。電車に乗って乗り換える駅なのであって、降りてこの街で遊ぼうぜっていう街じゃないなっていうふうには思っていて、それはなぜかというと、山手線界隈のそれの原宿、渋谷、そういうあたりと比べて、これっていうイメージがないな、この街、北千住の街としてのイメージがまだ薄いなっていうところがあって、それをこれから、こういう街ですよっていうことになんとなくこう自分の力になれたらなという思いがあります。普段は着物を着ていらっしゃるんですか、ね、はい、それもそうですね、このザポットがある、はい、そこの通りが大きい通り宿場町通りなんですが、この宿場町通りの歴史を知った時に、ちょっとなんで宿場町通りっていうの調べて、なんで宿場町通りなんだって知ったときに、この町はそういう歴史があるんだっていうのを知って、そういう下地があるんなら、もっと着物っていうものを皆さんに知ってもらって、あ、北千住、着物だったらじゃあ北千住買いに行こうぜみたいな町になったら面白いかなっていうイメージも少しあります。はい、いろんなイメージ、まだまだイメージのない町をイメージ作っていくっていうのも面白いなと思って、ただ丁寧にいかなきゃいけないなと思って探り探りがあるんだけど、自分の中のイメージはだんだん膨らんできてきて、はい、ということでイメージを作りたいなっていうこともあります。はい、ありがとうございます。本日のゲストは、ザポットの佐々木直也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。